はい、どうも、菅原です。お願いします。タク選手です。お願いします。来週試合、再来週でしたっけ。はい、あ、ちょっと どのタイミング多分試合の1週間前とか2週間前なはずです、はい、とりあえず試合前なんで、はい、はい、今だいぶ疲れてると思うんで、まあ、今日はテンション低いんで低めでやります。お願いします今日は右ミドルが得意な人ならできる膝蹴りです。右ミドルですね。右ミドル結構得意な方多いと思うんで、それからこう派生したっていうか、それを使ったフェイントですね。はい。で、かつ膝蹴りを当てる。膝蹴りってやっぱり結構上級テクニックなんで、膝蹴りね、難しいですよね、はい、膝蹴りはね、やっぱミドル蹴れても膝蹴り当てるって結構ね、アマチュアの試合でもそう、なんだろう、何十試合あっても2、3試合かもう本当ないか1試合かぐらいの感じですね。膝蹴りを当てる、膝蹴り倒すなんてもう結構上級ですね。なんで膝蹴りをやっぱ当てるの難しいと思うんで、いきなりやっぱね、こう当たらないじゃないですか。普通に来ても当て、こうカウンターって難しいんで、これを使えばね結構当たるかなっていう。僕も実際使います。はい、右ミドル、右ミドルを蹴って、はい、こうですね。右ミドルと見せかけて左膝、はい、右ミドルで、まあ、こう反応させて、ちょっとこう、こっからもうこうとは違うんですよね。正面にまっすぐこう足を出してやると当たんないんで、もう避けられたり合わされたりするんで、ちょっと外側から持ってきます。はい、でこっち置いてっていう。タイ人とかね結構やるから、ちょっとね難しいっすよね。難しいけど、こうなったり反応してくれればかなり足上げてくれたり横に意識が行ってくれれば合わされないんで、ほぼ、はい、でちょっとこっちから見た方がいいかな、やっぱりね。横向きだとこうですね、こう本当に途中まで右ミドルを蹴るような感じでいきます。こっから、はい、これはだからこっちに行き過ぎちゃうといなくなっちゃうんで、ちょっと難しいですね。その辺は足の置く位置、だいたい相手の左足の前ぐらい、バーン、うん、はい、これがこっちにじゃあ行き過ぎちゃうともういなくなっちゃうから、こうなっちゃうんで、自分の膝蹴りをどこに当てるかなんですけど、まあ、お腹なんでこう来て正面に置いて膝蹴り、はい、でこれがダメな例だとそのままこう前に正面に踏み込むと、普通にもうこう通常のただ踏み込みになっちゃうんで、下がられるし気配感じちゃうんで相手は。で、まあ、右ミドルをあの、ね、やっぱ避けられちゃうともう遠くなっちゃうんで、なんで右ミドルを
こう当てないと、まあ、触るなりして、はい、ですね。やっぱかわす相手にはちょっと結局距離が近くないと膝蹴りは当たらないんで、あのどんどんこう警戒されて下がられる人には結構当たりづらいですよ。なんでまずは蹴りをこう蹴りがちゃんと当たらないと、はい、当たればその応用として使えるんで、でやっぱり実践でやってる方で多いのはやっぱ一発目をどうしても当てたがるんで、もう出すもの全部当てたい当てたいじゃなくて、実はこう2発目の方が当たるんで、ミドルを当てたいんだったらミドルを蹴るじゃなくて、例えばジャブやってからの方が入るし、パンチ見せてからとか、1個最初のは逆に捨ててやると結構2発目当たるんで、なんで今回のような右ミドルからの2発目なんで、の方が相手も引っかかるし、自分も考えてこう試合もこうコントロールできると思うんで、はい、ぜひ試してください。